さっき髪切ってきたんですけど、だいぶスッキリしたよね。こんにちはっす。いやー、最近は結婚報告的な話題が何かと多いですよね。ということで本日は、メディア等の表舞台で活動してる方々のそういった発表について、本当に必要なのかどうかっていうのを考察していこうと思います。まあ言うなれば考察してみた動画ですね。はい。ということで、まずは最近誰が結婚したんだっていうのを調べていこう。ああ、そう、これ見た。昨日だか一昨日だか、なんかニュースの小山さんが、AAA の方と結婚したんですね。すごい。ってことは、まあ、タレント同士っていう形で。いや、大変そうだよね、タレント同士ってなると。ああ、これも見たわ。なんか R1 グランプリがどうのっていう方。それと、アヤマンジャパン。ああ、懐かしいな。皆さん知ってます？アヤマンジャパンっていうの。すごい一世風靡したというか、流行った。なんか曲が流行った方なんですけど、確か。何なんだろうね、この人は。アーティストなのかな？元ってことはもう解散しちゃったのか。あ、それか脱退したのか。まあよくわかんないけど。あとまあ皆さんご存知の通り、先月末には、スポーツ選手の大谷翔平さんもご結婚なさったってことで、なんか最近インスタだか X だかに奥さんが上がってるっていうので、すごい話題になってましたけど、まあ、今年入ってからすごい数々の方がご結婚なされてるということで、結婚自体はね、とてもおめでたいことだと思うんですよ。で、今回考えていく点は、その結婚報告っていうのが本当に必要なのかどうかってところですよね。皆さんも一回は思ったことがあるんじゃないでしょうか。芸能人の結婚報告っているの？って。多分ね、感じた方いると思うんですよ。で、実際僕も昔からそれは思ってて、別にね、公に発表しなくていいんじゃないとか思ってたりもしたんです。で、じゃあ発表しないこと、公にしないことのデメリットを考えてみると、まあまあいくつかはあるんですけど、まあそのうちの一つとして、マスコミ関連ですよね。そういう文集とかが、いつまでも張り付いてくるよと。で、異性と、共にしてるところを見られようもんなら、どう、なんか騒ぎ立てるじゃないですか、彼らって。でもまあ結婚報告をして、公にすれば、もう夫婦として成り立つので、夫婦で歩いてたところで別にね、何の言われもないわけで。っていうところで、まあ公にするメリットっていうのはあるんですよね。で、あとは話題性ですよね、やっぱ結婚って。目立ってなんぼの芸能界だったら、やっぱりそういう瞬間火力的なところも欲しいっていうのはあると思うんですよ。結婚しましたって出したら一気にね、注目されたり閲覧数が伸びたりっていうのがあると思うので、いずれ他のとこから漏れてバレるくらいだったら、自分たちで公式にあげた方がまあいいよねっていう考えにも当然至ると思うんですよ。あとまあ SNS はね、今後もどんどん発達していきますから、やっぱそういう家族絡みの投稿とか、なんか発信することっていうのも出てくるっていうので、もう夫婦関係になるところから発表していって、それも今後の活動の一つにしようっていうのも、まあ一つの手段ではあると思います。ねえ、それこそ今だったら結婚だけど、今後出産とか、まあいろいろなね、何かのパーティーにご夫婦で出席するとか、それこそ番組なんかにご夫婦で出席するとか、いろんな場面でパートナーを連れ添って表に出るっていうのは考えられるので、いつまでも隠しておくっていうのは活動の弊害にもなりかねないし、ちょっとね、難しいかなっていうところもあるんですけど、でも正直ね、やっぱ自分だったらって思うと隠す派かな、やっぱ。まあそこは主観なんで、おのおのの勝手にすればいいと思うし、パートナーとのなんか話し合いがあってどうしていこうっていう方針もあるだろうから、別に他人のことにどうこう言うわけじゃないんですけど、僕だったらやんないかな、やりたくないかなっていうのが一意見です。とはいえもうなだれ婚って言われるぐらい、やっぱちょっと最近の結婚報告といいますか、そういったニュースが多すぎるっていうのはちょっと思うところですよね。まあもちろん当人たちはファンに向けてとかっていうのがメインだと思うので、僕みたいなその一傍観者と言いますか、通りすがりの人に向けてっていうことではないと思うんですよ。でもね、このニュースの取り上げ方的にやっぱ目に入っちゃうわけじゃないですか。これは当事者というより、ニュースを作ってる会社側にちょっと向けて言いたいことではあるんですけど、まあ言ったところで変わんないんですけど、ちょっとね、まあどうにも多すぎて、最近ニュース欄開くのすらちょっと嫌だなってなっちゃうぐらい、もうなんかうんざり
っていうのはちょっと違いますけど、もういいよって感じなんですよね。それこそちょっと昔コロナ禍の時とかよくあったじゃないですか。なんか炎上して謝罪動画上げるっていう流れがあって、ねえなんか流行りかよってぐらいみんなそれをやりだして、ほんと気持ち悪いなって思うぐらい多かったんで、なんかその時を彷彿とさせるような。まあ今回は結婚なんでおめでたいこと。やらかして炎上とはわけが違いますけど、なんかね、ちょっと報道がそれ一色になっちゃうとつまんないよねっていう。まあ報道機関がつまるつまんないの基準で動くべきだとは思いませんけど、ちょっとやっぱ多すぎるっていうのはありますよね。だからちょっとエンタメ業界のニュースはもうちょい工夫と言いますか、なんか取り上げ方とかなんかね、もっと読み手側が飽きないような構成作り方にしてほしいなとも思いつつ、でも数字が取れないと彼らもやっていけないと思うので、そこのねジレンマもありつつ、まあまあ結論仕方ないかなって感じですかね。とまあまあ本日は活動者さんの結婚報告について考えていきましたけど、僕は依然として大々的に発表する必要はないんじゃないかっていう派ですが、皆さんはいかがでしょうか。僕は割と他人の結婚なんてどうでもいい派なんで、そう思うだけかもしれませんけど、まあやっぱファンの方にとっては重要な問題なんですかね。ちょっとよくわかりませんが、バイバイ。